あれ、ウェルカム始まった始まってる始まってるよ。ウェルカムトゥーアフターパーティーアフターパーティーイエーイ、ウェルカム。こんばんは。見えるかな、見えてるかな。はい、これお始まってますよ、始まってます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 。みんなこんばんは、よいしょ、これだ、はいはい、あー、ヤッポーヤッポー、ヤッポーは、ヤッポー、はい、ヤッポーですね。みんな元気してた、来ました、来ました、来ましたね、うん、いかがでしたか、ミュージックビデオは。いやー、ありがとうございます、ありがとうございま す, います。本当にね、ギリギリ、我々もギリギリ間に合いました、うん、ね、さあ、ということでね、もういい、もちろん、はい、はい、ということで、本日5月15日セカンドデジタルシングルムービンピーシーズリリースされました。やったー、ありがとうございます、おめでとうございます、お待たせいたしました。そしてお待たせいたしました、お待たせいたしました、お待たせいたしました、ありがとうございます。いやー、よかったよかった、無事によかった、ね、確認しました、自分でも、うん、配信されてました、されてました、買った人、はい、あれ、おい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 、俺も変えてない、まだまだ変えてない、まだ変えてない、これから。昨日さ、あの夜 iTunes とかさ見ててさ、12時ぴったりでさ頑張ってこうやって見てさ、うん、トラビスジャパンって何度も検索して、うん、あれ入ってない入ってない、何だろうってさ結構焦ったんだけどさ、うん、15分ぐらいにちゃんと上がって、俺のところはね、うん、やったよかったみたいな、嬉しかった、嬉しいよ、12時ぴったりから準備して、そうずっとこうやってロードして、そうロードして更新してやってたよ。いやー、みんなも聞きましたか、聞いた人ハートをいっぱい送ってください。コメントとかじゃなくて、ね、確かに、だからあったよーなんて、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。約半年ぶりだもんね。そうだよ、空いたもんね、200日ぶりですからね、200日、200日か、はい、200日ぶりですよ、今日。そんな詳しすぎでしょうね。それはもうトラビスジャパンですから、さすがです、じゃあ大事にしていきましょうね。さっきね、みんなで一緒にさ MV 見たんですけど、はいはい、まずは楽曲がねどんな感じか、ちょっと僕らもちょっとリアクション楽しみなので、うん、皆さんコメントだったり、うん、もう何かしらで送ってください、これ。そうだね、俺らはそれ拾えたらいいね、行きたいですね。そうだね、うん、どうよ、どうなんですか、この楽曲は。この楽曲はですね、まあ、僕たちのセカンドシングル Moving Pieces、まあ、この楽曲はジャスティン・ビーバーだったり、エド・シーランさんなどに楽曲提供している世界的音楽プロデューサー、プービアによる楽曲、プーで、そして僕たちの生みの親でもあるトラビス・ペインによる振り付けというとても豪華でとてもクールな、一度聴いたら何度も聴きたくなるような、そんな楽曲になってます。お手本、完璧ですね。困った時は締めのこの説明があるから、ね、困ったと、とか言うな。確かにな。楽曲の、うん、楽曲を説明くださいって言った時、締めって言うとこれ言ってくれる。しかも自分で考えてきてくれてるからね、この嬉しい。チリとか勘違いしちゃう。締めって言ったらこの楽曲は。ありがたいね。ジャストダンスの時もね、やつだったね。そうそうそう。セットなんだ。じゃあシミって言ったらどうなの？プリーズコールミシミ。ライクライク。ライクいや、まあ、マチピッチョじゃない。振り付けかっこよかったってね。マジ嬉しいですね。よかったよね。トラビス喜んでるよ。ね、そうだよ。もしかしたら聞いてコメントもくれるかもしれない。確かにね。確かに。僕も今日初披露させていただいた。そうですね。うん、先ほど生出演ということでね、カウントダウンライブライブさんで出演させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。出ましたか。トップバッターでしたね。そうね。なんかちょっと緊張した？みんな緊張したね、緊張したね、初披露、やっぱ練習はさ結構してきたじゃん、うんうん、だけどやっぱいざステージでみんなに見せるってなるとさ、ちょっとなんか構え方違ってたよね、違うね、しずやもうさガッチガチよ、もうね、そうだったよ。なんかさ、こう楽曲的にもさ、こう、うん、まあ、7割、8割ぐらいの力で踊る方がこうよく見える楽曲じゃない、うん、そうなのよ、ダンス的に、うん、だけど俺今日12割ぐらいいってたから超えてた、気合入っちゃった、気合入っちゃったよ、ちょっといい、ね、ダンスってね難しくてさ、うん、それこそ何だろう、常に 100% でやってるつもりではいるんだけど、うん、100% を出し切らない方が映える曲とかね、あるんだよね、そうだね、それこそ自分たちのね曲、それこそジャストダンスとかは本当に 100%120% でやった方がいい曲だし、ムービングピーシーズはこの抜きがあることでその曲の良さが際立つみたいな、そうなんですよ、今回そっちのね寄りなんだよね、そうだね、 75% でやってって言われる、そうだよね、サラビスがねそう言ってたからね、そう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 、ちょっと話変わっちゃうけどさ、うんうん、踊ってみた企画もやらさせていただいたよね、うん、そうだね、そうだね、テイミツピートさんの大ゼロ感で、はい、ありがたいことに楽しかったですね、楽しかったですね、ちょっと話
話変わっちゃうけど答え合わせしてみる今。おお、先にしますか。でも話って変わっちゃうけどさ、ね、変わりすぎだよ。さっきから。あ、でも夏の天気ぐらい変わるじゃん。一回話を戻してでまた変えちゃうんだけどさ、うん、そこからあのちょっと突っ込んでくれないとさ。戻して変えちゃってるかな。俺が変えちゃったからね。うん、戻そう。そうね。振り付けをねみんなでやったんだよね、あの7人でパフォーマンスね。この後さもっとさ。ムービングピーシーズについて話したいじゃん、うん、ちょっと今のうちにね、違うことあります。確かに、うん、まだ録画で見てないって方もあのこういう感じだったんだなって思いながら見てもらえたらね、うんうんうん、嬉しいです。最初冒頭は、うん、冒頭からサビ入るまでが僕ですね。ノリさんね、最初アクロも入れてたね。そう、入ってた。今回のアクロはちょっとね、あの秘伝のアクロで あえて大丈夫そう。お前さ、それは失礼だろ。失礼だろ。本当に誰も笑ってない。本当に本当に乾杯もしてないし。大丈夫。ごめんごめんね。大丈夫。説明して。まあまあ続けて。まあ結構さ早いビートの曲だからコンテンポラリーであえてキャッツ。ごめん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 もう大丈夫。大丈夫。じゃあ一回もう一回飲みな。一回引っかかっちゃうかもしれない。からまあそのイントロの部分とかはちょっとこうガタガタやりつつやれよ。ヒゲに行っちゃった、ごめんガタガタ確かに飲みらしくないあれだったけど、イントロね、イントロも紙だからねやって掴んで、でそこからちょっとこういろいろ入って、でサビまでの間もこうなんだろう、ちょっとコンテで逆にこう世界観に引き込むためのまあフックな部分を作ろうかなっていうので、アクロもあえて失敗したかのような、群れからその失敗で飛び出したかのようなこう演出とかも入れたくて、すごい、ちょっと足バタバタしながら、そうなのよ、フラッシュキックっていう、フラッシュキック空中でね、右足から先にやってるんだけど左足で着地する、抜いて無理やり持ってくるんだ。びっくりしたのがさ、背中で着地してなかった。そうなの、左、そうなの、よく見てたね。そう、左足で本当だったら右足から先に行くから右足着地なんだけど、それを左足着地させて、そこからアンバランスにして背中で落ちる。うわ、怖っ。怪我してる、ね、ま、これが全くしてないのよ。トランポリン思い出したわ。危ねえ危ねえ、すごいのよ、ね、ただ、まあ、まあそこはちょっと、でもアクロのアイディアはそれこそさ、あの VTR にもあったけど、アクロやっぱすごいんですよってカイトが言ってくれたから、あれがきっかけでアクロが入ったんだよ。そうだね、世界に誇れるやつですか。俺らの武芸もあるからね。そうよ、だってもこれやればもうアメリカの、ね、大道芸勝てるからね。すごいもの持って、ほんとすごいよマジで、ね、で続いては誰だっけ。続いては俺サビとサビ。俺がそのまずこういうのをやりたいんだよねって言ったのをシメがこれようにしてくれたっていう、俺とシメにして共同パートだな、2人でね、うん、サビ両方でね。そうサビ、1サビもラストサビも僕とシメでやらさせていただきました。いただきました。なんかあるあれ、なんかあれだよね、あの歌詞に沿って振り付けとかしたよね、うんうん、そうだね、うんうん、まあ能力もね歌詞に沿ってやってたりとか、うんうん、なんか今回のさ歌って結構ね歌詞にねあっただから、うんうんうん、僕たちもそれに沿って、うん、こう寝っ転がったダンスやったよね、うんうん、やったやった、かっこよかったわ。あとはカメラワークとかにもおカイトこだわってたよ。そ う、うん、そうね、斜めから撮ってもらってね、うん、あと上からとか、うんうん、そこはねこう新しい一面を見せたいなと思って作らさせていただきました。さすがでございます。ありがとう。ないですよ、ね、重量感あるダンスとかね、ほんとすごいかかって、うん、マジすごい、カノンになるとことかね、うん、そうですね。で続きまして、マッチョ、マッチョあなたじゃないですか。あ、チャッコ、おい、あ、チャッコじゃないじゃん、また引っかかっちゃうから。チャカと、そうチャカだよ、うん、チャカとでもチャカとゲンタなんだけど、まあ感想の流れで言うとチャカやってゲンタやるみたいな、うん、でそっから D メロっていうのかな、その部分入ってってマチュに繋ぐみたいな部分でしたね。そうだね、うん、はいはいはい、まあまあまあ、だから最初のフットワークの部分はチャカがやって、足のね、その後のこの構成というかね、あれはゲンちゃんの、うん、もう謝っといていい、うん、自分で振り付けしてめっちゃ間違えた。そうですね、珍しいよね、ここ忘れた、結構出ちゃってたんだろうね、アドレナリンとかで、ね、結構あの瞬間みんな踊りながら結構出てたよね、すごい感じだよね、なんかマジで表情良かったね、マジでマジで、あの第ゼロ感の表すこの躍動感はめちゃめちゃ出てたし、見返したじゃん、みんなの、見た、あれはすごい、なんか
なんかそれぞれの出てたなっていうのを感じたし、うんうんね、まあ振り付けもね、うん、それぞれやってで D 僕ナーメロスですよね、マチュいいよねこれね、いいよいいねマチっぽさが出てるね、あの表情だね、表情にちょっと注目してもらいたいな、うん、あ確かに確かに弱った、そうそう、なんか世界観に引き込めたらなって思って作りましたね、うんうん、あとヘッドホンダンスね、ヘッドホンダンスね、歌詞、ね、にそれも沿ってね、うん、ヘッドホン下ろしたと思ったらバスケットボールに細かいやつがあるんだよね、細かいんだよね、ぜひちょっとがチェックしてみよう、フットワーク感覚出してる方は、うん、こっちに続いてズヤか、俺だね、ズヤに俺はあれだね、ちょっとこう緩急っていうか、ちょっとスローで動くところだったりとか、はい、うんうんうん、うんうんうん、じゃねえんだよ、じゃ聞いてるあいつ違う、すごいな、うん、おじゃあこいつのうんはちょっとなんかうんって流すあの笑いのそう聞こえたんだ、聞いてくれたら今うん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 まあでも本当にかっこいい、みんなのかっこよさを適当にまとめたの最後、ね、じゃあ、ま、説明してだからスローな部分とあとはこうみんなでこうジャンプしてこう、うん、結構迫力出すような、はいはい、まあ、バスケもちょっとあるからジャンプしようと思って、うん、思いっきりみんなジャンプしてもらいました、いいですね、やっちゃったね、なんかノール君の気持ち分かったもん、あのジャンプで、あいつもこんな辛い時にジャンプしてた後半でね、うん、後半来るよね、後半やるからね後半だよ、そうでまたサビ戻って、サビ戻って、回答を締めとくんだよね、カウントするとかあって、でまたで最後ノール君に戻る、いや素晴らしい、いや楽しかったですね、ありがとうございます、いやみんな頑張った、本当頑張ったよ、頑張って、そして10フィートさん素敵な楽曲ありがとうございます、ありがとうございます、楽しかった、皆さん見てくれてありがとうございます、ありがとうございます、そして話を切り替えて、まあ、来たよ、切り替えの好きでしょ、ほら切り替えの好きじゃない本当にね夜ですね、もう、うん、はい、うん、さあということで、びっくりしたびっくりした、本当に夜ですねっていう会話しないで、そう、あの配信されたわけですよ、はい、でいろんなサイトで配信してもらってですね、あのチャートに入らさせていただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、まあすごい嬉しいことですよね、僕らも皆さんのおかげで曲がこうしていろんな方が聴いてくれたという、うん、形となって見えるという部分はすごい嬉しいことで、ちょっと発表させていただきたいんですけど、1位を獲得したチャートがあるんですよ、こちらがですね、あの iTunes のソング総合ソング、うん、ソング総合とソング総合、ね、iTunes のソング総合、あ、ちょっとカットです、iTunes さんのね、はい、ソング総合とソング J-POP っていうチャートで1位を獲得されました、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとう、そしてミューモさんでですね、リアルタイムランキングで1位を獲得させていただきました、ありがとうございます、でモーラさん、はい、モーラさんではですね、シングル最新、そして邦楽シングル最新、うん、そしてハイレゾシングル、ありがとうございます、はい、ありがとう、そしてありがとう、こちらはサブスクのアワーさん、はい、でリアルタイム急上昇に1位にランクインさせていただきました、ありがとうございます、本当に感謝です、ありがとう、いろんな方がね、いろんなところで聞いてくださって、こういう1位を獲得できたので、うん、僕らも嬉しいと思ってますし、皆様のおかげです、ありがとうございます、本当にありがとうございます、なんかみんなで一緒にムービンピースイズを愛してる感じがして嬉しいですね、うんうん、はい、感謝だね、いや本当感謝、みんなに、ね、ワンピースずつ配っていきたいよね、あー確かにね、ピース動くからね、ムービーズカードにちゃうんで捕まえといてもらう、じゃあ俺ラフテル捕まえな捕まえるなよ、はいはい、ということでね、まあサブスクは特にチャートにね、こう上位、サブスクのね、あの媒体なんていうんですか、はいはいはい、アップルミュージックとか、ミュージックとか、うん、そういう部分ですね、あのチャート上位に入るとね、さらにいろんな方に聞いていただけたら、そうなんだ、ということですのでね、たくさん聞いていただけたらなと思います、ね、まあ、まあ、無理ない程度にね、うんうん、お願いします、楽しんでもらえたらいいよね、そうだね、まあそれだよ、しかもキャンペーンやってますからね、今キャンペーンだよ、キャンペーンやってますよ、なんだっけ、いろいろやったじゃないですか、それこそムービングピーシーズね、対象サイトでダウンロードしていただきますと、うん、メンバーの集合のスマートフォン待ち受け画像だったりとか、オリジナルのロゴシールデータとかがね、もらえちゃいますので、
かったりかっこいいね。よろしくお願いします。もちろんプレオーダーしてくださってた方々もですね、応募することが今でもできますので、購入画面をスクショして応募フォームから応募お待ちしております。お待ちしております。アプリミュージック、スポティファイ再生キャンペーンというです、ね、はいはい、アプリミュージックもしくはスポティファイでムービングピーチーズを聴いていただきますと、ね、あの入手していただきますので、そちらも、ノール喜びそうなんか嬉しいよ。一週間って7日間からね。そう。毎日帰れない。一日帰るの。もう全員のソロを一気にもらえるってこと？まあ選択ですか。それこそあの選択ですよね。多分ね、あのなんだ、トラビスジャパンのファンクラブに入会するときとかにこう誰を推しにしますかみたいな、そんな感じですね。推しアーティスト的な感じで。いいね、楽しい。すごいね。面白いね。インダイ終わったらキャンペーンやってくるって。ありがとう。あのね、あのピンでね、ちゃんと貼ってあるからそれチェックしてください。さすがです。仕事にさすが町長。もうニューヘアスタイルいいね。ニューヘア、ありがとう。かっこいい。そしてまた100万に戻ったね。おめでとう。あ、そうだ、改めて発表しよう。あ、そうだね。あの俺から発表していい？いいですよ。今のあのですね、我々トラビスジャパン、このオフィシャルチャンネルじゃなくて、アカウント、我々トラビスジャパンオフィシャルアカウント、またよっしゃ、ありがとうございます。なかなかいないですよ、こうあるアイドルグループも。そうね、でも愛されてるってことですよ。ありがとうございます。そしてクラもありがとう。マジちんちゃかんさんだ。ちんちゃかん。カトンゴウチせよ。同じのください。いつものやがください。まあ曲が愛してもらってるっていう話は、はい、まあできたところで。スタッフさんにね、単純に愛してもらってるなと思って。やばいよね、めっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛い。これちょっとアップでさ。確かに。見てもらえますか。これのね、旗の柄何って気になっててね、方が。あ、そうそう。たくさんいてくれて。見て、ほら。すごくないですかこれ。すごいよね。手作りですよ。作ってくれました、スタッフさんが。ね、愛してくれましたね。ありがとうございます。すごいね。上手いね、なんか。やってたそういう仕事。やってないです。ピント戻ってます？大丈夫ですか？ああ、大丈夫ですね。俺みんなに聞きたいことあるんだよね。なんだい？ MV でどのシーンが個人的に好きかみたいな。おお、そうだね。じゃあ一回乾杯してからにしようか。あ、そうだね。オッケー、温度お願いしていいですか。じゃあこれみんなの分ね。はい。ああ、優しい。はい。なあ、モテようとしてる。してるしてるしてる。サンドイッチもあげるね。モテようだ。モテようとしてる。どうしよう。両モテ。あ、でも、あ、見えてる見えてる。あ、見えてる。オッケーオッケー。あ、いいねいいね。じゃあまあいろいろ。お待たせした部分もありますけど、いろいろ準備してね、それがやっと公開されてみんなにシェアできたことを記念して、そして今日一日お疲れ。皆さん、これは炭酸飲飲料水と、コーヒーでございます。ちょっと噛んだ。ありがとう。デジャブデジャブ。何に心配してんだ逆に。飲料水、お酒だったら俺飲めねえし。なんだろうね。なんだろう、お気に入りのシーン。お気に入り。紙面、紙面、紙面の。いや、俺みんなに聞きたいな。何だよ。ないだぞ。あ、俺あるよ、俺あるよ。あ、いくらから、じゃあ。俺、あれっすね。まぁちょっと個人ごとになっちゃうかもしれないですけど、
おってなるね、あの、一瞬悟空になれたつもりで、ね、瞬間に、うん、そうだね、うん、はい濃いよ濃いよあれ面白いよ、なんか面白いギミックがたくさんあるけど、うん、CG とかもね、うん、それこそあれは面白いよね、バーってなってなんか不思議な世界観、ね、うんうん、いや監督のこだわりすごかったよね、すごかった、衣装もそうだし、みんなのヘアスタイルもそうすごいよ、考えてくれてね、こっちが一番びっくりした、順番的にね、顔やって髪だけどさ、髪やるときにさ、まあ最初にこうちょっとアイロンするとか手口するとかなんかいろいろやってからスタイリング剤つけるじゃん、うん、それがいつもだと思ってたんだけど、なんかじゃあやりますねって言われて、まず最初にジェルバーってつけられて、まあ、新しいタイプの下地のやり方なのかなと思ったで、ベーってやってそのまま櫛でグーってやって、あれって言われて、いいムービンピースって、アイロンとかねやってバーってね、そう。みんな似合うよね、それすごいなって思うよね、うん、俺だって俺も監督にさ、どっちでもいいよって最初言われたのよ、うんうん、では海くんは前髪ある方がいいでしょみたいな、あ、まあまあまあそう、まあちょっとね僕もいろいろ悩みを抱えてるけどっていうのは話したのよ、うん、でそしたらこう一回こう止めるじゃんピンで、その時にあれ海ちゃん全然かっこいいじゃん、それできないよって言われてちょっと火ついてやってみたんだよね、うんうんうん、一回入れんの？本当に？いや、いけないでしょ。お前顔。締めよく頑張ったね。よく頑張ったと思う。あのこれやらせて喜ぶの決まっただけ。一番喜んで笑ってるから。一番困ってるのこれ。ジャカだからね。あのみんないつもありがとうね。ごめんね。全員だよ。いやちょっと。めっちゃおもろかった。入ろうとして。俺めっちゃ好きだった。あと一人しか笑ってなかった。ミュージックビデオの話に戻るんだけどさ、あの。マチとサチャカの最初のシーンが終わってさ、うん、こうトンネルになってさ、うん、で締めから一人ずつ行くじゃん、うん、あそこのシーンさ徐々に壁広くなってくる、うん、あーそうなんだね、で壁ね、サビ終わった時にはもう細い通路に戻ってんだよね、うん、やばいですよ、すごいよね、うん、あれ技術すごい技術、あれ CG とかじゃなくてね、リアルであれをやってて、うんうん、ワクワクする、ね、もう一度ぜひね、ミュージックビデオ見てもらえたら、うん、お本当だってなると思うんですよ、ね、でもその前にかね、裏側でもさ、いっぱいさ、動画撮ったじゃん、うんうん、だそれも随時上がってくんじゃない、うん、あ、そうですね、それちょっと今さ、こう 見ちゃう、一緒に見たの、あ、全然、はい、配信後のストーリーそうでもいいできるんですか、どうどうやってるんですか、今できますよね、お、え、できますか、見れんの、え、そのファンのみんなと共有しながら、やれるだけやってみて、クラ、オッケー、で VTR 振りするわえ、クラって何でもできるんですか、あれすげえ、一緒に映れんだ、俺らがワイプみたいな、はいはいはい、もう始まった、ええ VTR これ裏側ですね、裏側これ見えると思います、おい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 お
すごい、さすがインスタリーさん。マジ天才。もっと褒めてあげてください。天才なんです。ありがとう。帰ってきた。帰ってきた。帰ってきた。ただいま。ただいま。お帰り。帰り。セットもさ、こうやっぱスタッフさん方がさ、うん、でこう支えてくださって成り立ってるのがすごく分かる、うん、動画でもあったね。そうだね、そうだね。ありがたいよね、うん、どうするさっきの動画。任せてください。ぜひチェックしてください。ぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。ね、お願いします。大丈夫そう。大丈夫、うん。VTR 振りができなかったのだけ、うん、後で反省したよ。まだ引っかかってる。そう、いろいろ考えてたからさ。あ、そっか。あ、じゃあ今やっちゃえばいい。一回やってみる。言えなかった分。言えなかった分。ないけど、いいですか、うん、お、お願いします。すいません。それでは、VTR優しい。いいと思う。優しい。他のね、あのインスタもそうだし、うん、あの YouTube もそうだし、TikTok とかもね、いろいろと活動か、うん、稼働させていきたいな、うん。そうだね。そうだね。そう、MV の日もね、いろいろ撮ったからね。うん、あ、ね、あれ何本撮ったか知ってる？何本撮ったっけ？40本近く撮ったんですよ。うん、そんな撮ったか。あの、まあ、素材、あのダンスとか、うん、そう今の裏側とか、ね、裏側とかで40本ぐらい撮れた。結構振りも大人セクシーというか、なんじゃか一緒になんか踊ってんのを俺も見たいしさ、うん、そうだね、なんか一緒にこうやれたりね、踊ってみたとか見てみたいね。見たいね。見てるやつね。なんだっけこれ、ハッシュタグなんかな、今日決めてなかった？あ、今日ね、ムービー、ムービー、ムービー、略して、略して、ムービーなんだ発音。そう、これはムービーじゃないんだ、ムービー。どっちどっち？これチャカが考えてくれた。どっちがいいよ。スパイダーマン。何それ。良かったけど。また次笑いし始めちゃったの真ん中で。どっちがいい？どっちが？え、じゃあもうちょっとでチャカがさ、なんかイエスムービー、ムービー、ムービーピースでしょ？ムービーピース。ムービー、ムービー、ムービーかなって思って、俺はムービーか、ムービーか。わかんない。ムービーかな。でもムービー可愛いかも。じゃあ、ムービー。スパイダーマン。ハッシュタグスパイダーマン。違うか違うか。大丈夫かな。ムービーピースだ。ムーピーだ。ムーピーだね。ムーピーだ。じゃムーピーで。ムーピーだな。ひらがな。ひらがなで。ひらがなムーピー。ムーちっちゃいうーピーちっちゃいムーピー。ハッシュタグムーピー。ムーピー。かわいい。ちょっと急にアイドルソングみたいな。でもめちゃめちゃギャップあるじゃん。確かに。かっこいいじゃん。かっこいいじゃん。スパイダーマンハッシュタグにしなくて大丈夫。大丈夫大丈夫。大丈夫。やめてください。あのトレンド入っちゃうもん。いろんなところに迷惑かかる。やめてください。でもさ、やっぱ踊ってみたらどこ踊ってほしいじゃん、みんな的に。あのさ、なんかいろいろ詰め込まれてるじゃん、踊ってほしいところ。なんか、お、どうですか？最初の、うん、ケンちゃんのパート、サビっていうのかな、うん、難しい、あれ難しいよね、ダダはい、ダダダダダのとことか見てみたいなって思うと、いいねいいね。あとはなんか学校とか職場とか仲良くなりたい人がいたら、あのおー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 で、これでこうやってみる。今なんか椅子でできるのかな。椅子でもできる。しかもこれ座りながらできるからね、うん、友達とね、そうそうみんな、じゃあ、ファイシックス、おー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 そっちから難易度上がりすぎてるから、いきなり会社で、あの上司の人とね、やってください。そこのね、まあ、いろんなパターンね。上司とやったら仲良くなれるから、ね、腹立つ上司とかとね。仲良くなっちゃうかもしれない。それきっかけでね、いい関係作れるかもしれないよね。そういえばみんなでインスタライブするの久々だね。あ、確かにそうだね。いつぶりだ？あれじゃない、あの
松松がさ途中から帰ってきた。そうだそうだ、お仕事、お仕事して、あのフォーユー王道テレビの、王道テレビのやったロケの、そうそうそう、帰ってきた日、そうそうそう、久しぶりか、久しぶりのね、いいよね、明日やってみるって、おお嬉しい、嬉しい、明日やってみてくれ、やってください、お願いします、嬉しい、まあMV も公開されたばっかだったから、なんかそれで予習したりしていただいて、ね、ちょっとぜひあのやっていただけたら嬉しいです。はい、お願いします。ありがとうございます。あのインスタのね、これあのジャスト。何？何？やっぱりこうあのセカンドシングル出したということで。このインスタのミュージックスタンプってものがあるんですよ、うん、そこになんとムービンピースです入ってます、おー、ありがとうございます、ありがとう、これも全部マチのおかげです、いやそれは違う、それは違う、それは違います、ありがとう、だけどなんかね、あのせっかくならそのスタンプ使ってあの曲を載せてなんか一緒にこうやってやってもらえたらな、嬉しいなって思います、楽しみます、お願いします、お願いします、レクチャー動画出してあ、ゆっくりめに教える動画ってことだよね、そうだね、サウンドでとか、じゃあどうかか、でももしかしたらいつかねダンプラも出るんじゃないですかね、ダンプラもね、そうね、いろいろ取りためてますから ね、 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 ね、待っててください、楽しみにしてもらって、待っててもらった人たちにはね、はい、いっぱい出したいなと思います、うんうん、いろんなものを、こっからねドドドドって、そうそうそう、もしかしたらどうする、ずっとこのままさ1ヶ月止まんなかったらもう俺らのなんか商品とか何かしらで、ね、ああそうね、ちょっとそうなったね、そうなったらもう嬉しいよね、やっぱりそこそ EP 出るからね、 EP だよ、 EP それ今あんなよ、 EP 6月5日そうね、 EP 発売いたします、はい、はい、発売いたします、出します、もう絶対楽しいと思いますよ、うん、ね、ま、早く言いたくてしょうがないですね、現状ね、あのもう公表されてる2曲と、はい、プラス1曲の新曲がねありますから、うん、すごいよね、ちょっと感動、マジで楽しみで、楽しみ、早く聞きたいな、ね、聞きたいな、ね、めっちゃ聞きたい、聞きたいな、ね、それまでムービンベースス一緒にこうね盛り上げられて、そうだね、EP にこう繋げられたらなんかいいなって思う、今日リリース日だから、配信されたばっかだからね、いっぱい聴けるからね、こっからだよ、こっから昨日夜歯磨きしながらスマートスピーカーでムービングスピーシーズ流したもん、ああいいね、いいね、俺も家いるのにヘッドホンで聞いてた、本質よ、ちゃんとね、端っこじゃない、それ端っこじゃない、端っこじゃない、バレケツあるじゃん、俺もね、昨日寝る前から携帯いじりながらスパイダーマン、あーじゃあもうやるやつ、何だ、何よお前、もうやるよっていう顔しないで、ごめんごめん、嘘嘘じゃないから、嘘ってなんだよ、嘘、そうでもダウンロードしちゃったんだよ、寝る前にこうやっぱジャニーズ過ぎてると思って、うん、そういうワクワクがあるよね、いいよね、楽しいよね、みんなも同じ気持ちで多分いてくれてるんだろうなって嬉しさもあるから、うん、なんかそれぞれ楽しんでますし、うん、皆さんもねそれぞれのあり方がムービンピーシーズとして寄り添えれば、うん、マジで本当に嬉しいなって思ってちょっとちょっとスパイダーマンが出てきちゃう、ごめんごめんごめん、ここからスパイダーマンが出てきちゃうから、うん、言った方がいいのかなってなっちゃうけど、うん、そんなことはないって分かってる、俺もスパイダーマン、ちょっと俺のだからやめて俺のなんでそこは塩なの、こっちお前のじゃないんだよ、その矢印だけ分かんないんだよな、で本当嬉しい限りですよ、はい、記念日になりましたから、はい、ありがとうございました、ありがとう、みんなありがとうね、ありがとうね、嬉しいよね、でもリリース日もさ忙しくさせていただいてさ、ありがとうございます、僕もねいろいろやらせていただき、うん、来たいなと思ってます、うん、それこそ今日立て続けでさ一日みんなもね、うん、もう一緒にジャパンを辿ってくれて、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、嬉しいね、あ、いつものやってないじゃん、いつものあ、いつもあんちゃんいつものやってない、じゃあやっぱりアフターパーティー記念ということでスクショタイム行っちゃいましょう。ありがとう。気合入ってるな。しかも早いな、やっぱすぐ準備に取り掛かって。いいな。じゃあちょっとすみません皆さん、あのコメントを一旦消します。僕らちょっと近づいた方がいいですよね。あ、そうね。そうですよね。ちょっと寄せる？寄せて寄せるか。寄せる？ちょっと。これ一本持つか。あ、いいじゃんか。あのね、これご飯系とか一回外すじゃん、ね、椅子ちょっと一瞬剥がしちゃう、そうだね、あ、待って、みんなガッカから消えちゃう、いいわ、じゃあ、はい、あ、ごめん、みんなの炭酸飲料水
誰が誰か分かんなくなっちゃった。いやいやいや、入れそう、入れつ、ね、ノエルもうちょい中かな。カイト入ってる、もうちょい中かな。キャカちゃんはカイト入ってる、チャカちゃんは余裕で入ってる。でマチューはじゃあここセンター、オッケー。あ、ノエルちょっと切れてんな。切れてる、うん、え、怒ってるんですよ。大丈夫、切れてる。で、海も切れてる。オッケー、じゃあそこキープで。クロどこに入る？え、俺じゃあ机の下ここ入ろうかな。すげーとこ入るじゃん。そう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 。じゃあクロ数えてね。じゃあ行きます。何するポーズ、ムービングピースの。ムービングピースのポーズしようよ。ムーピーポーズ。あ、じゃあこれにする、これにする。あ、いいね、みんなで。あ、いいね、あ、いいじゃん、いいじゃん。これ、これ、せーの、せーせーせー。じゃあこれでいこうか、うん、行くか。オッケー、ありがとう、ありがとう。じゃあカウントします。ワン、ツー、スリー、ジャンプ。ねらぱねー。そういう歌詞でしょ。歌詞は、歌詞は歌い出しちゃうから違うの、はい、歌っちゃうのやめて、はい、カウントして。1、2、3、ドロップ。ゲラポリゲラポリタカポフィ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 タってことはもうやっぱスペシャルしたらお開きになってくるのかも。そうだね、いろいろね、でもお伝えしたいこともあります。うん、そうでございます。お伝えしましょうよ。なんかマジでマジでおもろい。こっちから見てんのみんなめっちゃ素でなんか準備してよいしょ。あっという間だ。早いね。うん、もうちょっと。そうね、ノエルよって。あ、オッケー。ありがとう、マチュー。ありがとう。走り方も俺ちょっと抜けてんだよね。やっぱりちょっと抜けてんだ。ごめんね。オーケー。あ、俺が取ったあげたの。スパイダーマン。やっと役立つ。よっしゃ。はい。じゃあスクショタイムしようか。時を戻そう。時を戻そう。違う違う。そうね、報告しないといけない。僕、まあ、ジャカじゃないですか。そう、あ、明日僕、今度、特捜9の7話に出させていただくんで、その記念としてですね、ソロでインスタライブをやらさせていただこうかなと思いますので。佐久間、おかえり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 、そうそうそう、シーズン4まで出させていただいて、まあ、留学だったり経て、シーズン6第7話でスパイダーマン帰ってきます。出ないだろ。ややこしいじゃない。すごいじゃん。ややこしいじゃない。もう多分自分で気持ちよくなっちゃってるからね。ちょっとやめて、お前だよ。そう、インスタライブ明日ソロでやらせていただくので、まあお時間あったらぜひチェックお願いいたします。お願いします。その前に楽しみにしてます。ありがとうございます。海外研修から帰ってきたんだよね。そう、佐久間明はそうなんだ。英語で喋る気あんの？あ、それはちょっとさ、あ、内緒だよね。内緒か。そう、ごめんね。そのオンエア見てからのスパイダーマン。え、言うとさ、糸出すシーンはあるの？ああ、それもオンエア見てからじゃない。ないね。俺は大好きだよ、本当に。俺は大好きだよ。そしてあさってですね、5月17日の水曜日の夜ですね、川島ノエルソロインスタライブ第2回ノエゼミやらせていただきます。もしお時間よろしければ一緒に語り合いましょう。いいね。じゃあ3日連続でインスタライブ。そうだね、明日は朝っかと。いいね、いいね。ノエゼミもやります。楽しみだ。ちょっとね、ノエゼミのためにね、ちょっと買ったものがあって、ちょっといろいろと自分の中で考えて、もより見やすくするにはどうしたらいいかなと思って、ちょっと購入したものがありますので、それもあさってのお楽しみということで。猫耳じゃないの？みんなに。それみんなに、みんなにだから。それ個人だからね。一人で突き出したら俺ちょっと心配になるから。そうだ、俺も心配になる。アーカイブとか見て。でも楽しみだね。楽しみだね。見ましょう。見ましょう。何？はい。あ、すいません。何時だって。でもちょっと時間はあれか。後々。今ね、まだ調整してるけど、俺は多分夕方ぐらいにやるかも。本当？夕方以降かな。夕方以降。うん。まあ概念によるけど。難しいね。4時から夕方という人もいれば7時という人もいるけど。まあ
とらわれないね、その概念という意図に。もう。そう、でも夕方ぐらい大体、まあ、大体夕方ぐらい。フォローしなくていい。ちょっと、チャカ夕方ぐらい大体、明日は。ちょっとまた報告します。ノエルは決まってる。ノエルも、19時とか、そのあたりをね、予定してるんですけど、はい、またちゃんと決まったら告知いたします。お願いします。お願いします。楽しみだね。はい、他にもね、テレビもみんな結構ねバンバン出させていただいて、うん、そうね、ありがたいですね。ありがたいね。以上が分かんないけど、ムービングピーシーズもね、うん、きっと見れると思いますね。あ、そうね、見ますよ。ちょっと楽しみに来てください。で、番組も情報番組だったりバラエティ番組だったり、いろんなものにね、各メンバー出させていただいております。皆様のおかげです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。早くね、情報解禁も楽しみだし、はいね、まあ、テレビもそうだし、なんかこう EP もそうだし、その後のこともね、いろいろとね、うん、まあ、デビューもね、結構本当にバタバタで決まったじゃないですか、うん、去年ね。だからこの半年間かけてめちゃくちゃいろいろ準備してきて、うん、やっとこっからちゃんと動き出せる感じになって気がしてるので、うん、はい、引き続き、まあ、追っていただけたらなと、フォロワーをフィーしてもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。さあ、縁も竹縄ですか。はい、縁も竹縄、早いな。もう縁も竹縄か。縁も竹縄ですが、終わりにしたくないね。寂しいね。そう、寂しいね。どうすね。もうあと1時間でね、リリース日っていうのは終わってしまう。いや、そうなんだよ。記念日が。これ今ね、インスタライブ見てくれてる人は多分携帯をね、インスタライブで使ってるから、うん、ミュージックビデオまだ1回しか見てない。あ、そっかそっか。もしよかったらライブ終わりに、そちらの動画の方もね、うん、ミュージックビデオの方も何度も見ていただけたらと、いろんな発見があると思いますので、うん、楽しんでください。お願いします。お願いします。もうこれ記念日ってことか。そうだね。今日は記念日だよな。の記念日。おめでとう。おめでとう。おめでとう。やる男ですね、あなたは。いや、さすがよ。すごい。あー、これ絡まっちゃったね。絡まっちゃった今。絡まった。自分で一人絡まっちゃった。危ない。発達に。うん。でも楽しみだね。楽しみだね。うん、ありがとうございますね。今日ってアーカイブは。おる。いい質問ですね。アーカイブはリーダー。リーダー、俺赤ブリーダー、俺だ。アーカイブリーダー、アーカイブリーダーなんだ。そんな役職あったんだ。確かに、そうね、いつも確かに決めてるね、海が。書いた時期言ってたよ。でもやっぱりさ、みんな結構願ってるよ。んプレッシャーかけて、海って。いやいや、プレッシャーかけてきてるよ。何なんだよ、おげん爆笑爆笑笑われてるよ。笑われてるすなよ。お前が言ってるやつは。ありがとうございます。どうします。じゃあ、アーカイブやりましょう。お待ちましょう。やった。今回どうしようかね。どれぐらいにしますか、先生。どのくらいにします。でもやっぱりいろんな人に見てもらいたいよね。そうだね。もしかしたら寝てる方もいるかもしれないし、4、5年。4、5年残すな。4、5年残したほうがいい。そうっすね、期間長めにこうちょっと設けていただいて、行こうかなと。はいはい。うん、じゃあスクショタイムします。何回すんねん。終えた。縁も竹縄だから。うん、さっきコメントでチャカ明日17時にしてっていいですよ。19時だ。それはこちらで決めます。まあ19時予定ですか。そう、19時ぐらいっていう、まあ、ノエルと同じ時間ぐらいに始める予定ではあるので、はい、そちらちょっとそのぐらいの時間、なんかお手すきだよって方はぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ竹縄なので、はい、縁も竹縄なので、そろそろ失礼いたします。はい、あっという間に、まあ、出てくパターンにしていってくこと誰が聞くんだ。あ、そっかそっか。これいつもどうやって終わってるの。いつもね、バイバイみたいな感じで、バイバイ、うん、やってるかな。サマリオチデイ。あ、そうか、やっちゃうやん。やっちゃう。いいね、いいね、いいね。じゃあラストにね、うん、あ、大体ね、これね、YouTube 撮ってる時、The Summary of Today is って流すんですけど、彼ちゃんとね、考える時間があるんですよ、この、うん、The Summary of Today is を撮る前にね、うん、1、2分だけど、今はこれ、土壇場でやってるんで、まあ、出てこなくてもしょうがないなとは思うんですけど、うん、まあ、さすがに準備してんじゃない。スパイダーマンやるそうです。よろしくお願いします。先に言ってくれ。スパイダーマンやります、今から。OK。じゃあちょっと俺、あれやるよ、いつも。ん？俺。何？ハンディ？あ、ハンディ？マジで。あ、じゃあチャカ、こっち、チャカ、こっち、いつも通り移動してもらって。みんなで、こう。ちょっと待って。YouTube どう撮ってるかっていうのが分かる。あれですね。あ、違うよ。え？俺がこうやって、こうやって回せばいいんだよ。あ、そういうこと？そしたらマッチョ入れるじゃん。あ、そうだ。うわ、優しい。え？優しさの塊。愛が多い。いますよ。
それではあります。The summary of today is タイガー。えってそれ。バイバイ。ありがとう本当に。またね。ありがとう、バイバーイ、みんなバイバーイ、バイバーイ、またねー、たくさん聞いてねー、またねー。